毎週水曜のこの時間はショーンテイ・ショーノさんによります TJS 朝一番風水寄せのお時間でございます今日もどんなお話が聞けるんでしょうかお楽しみにおはようございます風水師のショーンテイ・ショーノでございます私ガーデナワはアーテージアスクエアガッテン寿司やテリヤキラスカルズと同じモールでドラゴンゴッドという開運屋を営んでおるんですが 私アメリカにおりながら場所中毎日大相撲を見ておるんですね。強いっすねエ遠藤まだ大井町も言えないのに来場所こそ頑張って一気にざんばら紙の三役を決めてもらいたいんですが実はこの大相撲の八家用意残ったというのも風水なんでございます。風水における八家。 よく風水対策に使う八角形の鏡になったりしておりますが、これは万物や自然、人生そのものを表したものなんです。八景良い、残ったというのを聞きますと、風水師である私は、八景良い、人生良い、生き残ったと聞こえるんでございます。人生辛い時でも負けてはいられませんよね。ある男が、 猫を飼いまして、どんなものにも負けない強い名前をつけようといろいろ考えた挙句、八家の空の方位にちなんで、天と名付けました。そこへ友達がやってきて、猫の名を聞きまして、だけど天も雨雲には負けるんじゃねえかそうか。それじゃあ名前は雨雲に変えるわ。 いやしかし雨雲も風には吹き散らされるな。そうか。じゃあ風に変えよう。だけど風も雨戸や障子やカラカミをつければ防げるな。そうか。<laughs> じゃあカラカミに変えるわ。だけどカラカミはネズミに食われちまうよ。よし。じゃあネズミに変えるわ。だけどネズミも猫にはかなわないよ。 よしじゃあ名前は猫とつけようなんてバカバカしい話があるんですが人生に負けないために必要な大きな要素これはやはり運気でございます運気を左右する大きな要因は2つ1つは家の風水1つは家に住んでいる人の運勢市中水明この2つの要因をしっかり しっかりと対策して強い運気で人生を過ごしていただきたいと思います。鑑定を受けている時間なんてないよという方には勝負の意思。風水工場の風水職人のカットによる黒バリルチルの天然水晶天然水晶の中に残った数千年前の黒い針には言葉なしの強さを感じます。お問い合わせは 神社の鳥居でおなじみのアーテージアスクエアドラゴンゴットまで電話番号は3107871891略して ○8 までご連絡くださいではごノつんですドラゴンゴットお問い合わせは3107871891まで